最後に九州大学グラミンクリエイティブラボアあと九代のエグゼクティブディレクター岡田正春教授よりお話しいただきます。よろしくお願いします。お疲れ様です。最後の10分、最後の10分です。あ、15分かもしれない。本当に特に前ですで。疲れたろう？大丈夫ですか？あのさすきは今のさすきはあのビデオでよかったと思います。ビデオじゃないと彼女は。 寝るまで喋り続けます。<laughs> 彼女が喋らないのは寝てる時だけ。本当にビデオでよかった。<laughs> えー、ここに桜があります。山桜の白いのと山桜の赤いのとで後ろに染井吉野。三種類の桜をここに集めました。なんで桜がここにあるかをちょっと考えてみてください。 日本の花です。で桜はちょうど今頃厳しい冬。寒い寒い冬を乗り越えて。綺麗な花を咲かせます。でこの桜は原爆が落ちた広島。長崎にも桜が咲いてます。神戸阪神にも今桜が咲いてると思います。で多分。今度震災を受けた東北にも。 ももうすぐししたら桜が咲くかもしれませんそのように桜は我々日本人あるいは人間の魂を要するに不屈な魂を表現しているものだと思います。で今日お話しするのは我々があの先ほどの最初に スピーチをいただいたマーマド・ユヌスさんとやってますソーシャルビジネスでソーシャルビジネスで被災者の方々の自立支援をどうやっていくかということをお話したいと思いますでソーシャルビジネスといっても多分皆さんこの中で、えー、それをあのユヌスさんが提唱されてるソーシャルビジネスをクリアーにイメージできる方 はなかなかおら,れおられないと思いますので、イノシさん、これ、去年7月に、この旧大のキャンパスに来ていただいて、この少年をおちょくってる時のイノシさんです。で、中学生たちにソーシャルビジネスをいろいろ教えていただきました。で、これはあのイノシさんが提唱されるソーシャルビジネスのまあ7原則、7つあるんですけども、簡単に言うと3つです、原則は。 一つはそのビジネスその会社の目的が社会の何らかの問題を解決することで二つ目先ほどのサスケアの話にもありましたけどもそれへの投資家株主はそこから配当あるいはキャピタルゲインは一切取らない取れるのは出資した額までしか取らないというのが二番目の原則ですで三番目の原則は そのビジネスを自立して持続してやっていくでここが NPONGO と違うところです補助金もいらない寄付もいらない自分でビジネスをやっていく利益も出していいですただしそれは配当には回さない自分の会社のさらなる事業拡大すなわち社会の問題を解決するという事業の拡大のために使うこの3つが ソーシャ最後にやります、do it with joy という、楽しみながらそれをやるというのが、イヌスさんが提唱されているソーシャルビジネスです。で、別の見方をすると、ソーシャルビジネスというのは、こういうふうにも言えます。人間には皆さん、それぞれ、あ違った、セルフィッシュな私の部分と、無視の部分を皆さん一人一人持っていると思います。 自分のためにもっと金を貯めたい、金を使いたい、ポジションを上げたい、有名になりたいという私の心、それも自然の欲求です。素敵な欲求です。でも、もう一つ我々は自然な欲求を持っています。社会のために、人のために何かやりたいという自然の欲求を持っています。それが無視の心ですで。ソーシャルビジネスは何かというと、この無視の むしろ心を持ってでもビジネスをやる自立して持続させるビジネスをやるというところですでこの考え方はとても今までなかなかクリアにされてない、まあ、ある意味ユノスさんがソーシャルビジネスと言われてるのはめちゃくちゃシンプルですさっき言った3つの原則というシンプルなアイディアです要するにそこには全然その自分の私的な欲求がない でここにありますように通常の NPONGO そして従来のビジネスの中間になりますでこの世界はまだほとんど誰も入ってないそれがユニスさんが言われているソーシャルビジネスですでこのソーシャルビジネスのもう一つ普通のビジネスと違うところはいろんな人たちが参加しますいろんな人たちが。 大企業だけじゃない政治家も行政も芸術家もスポーツ選手もみんな入りますみんな入って新しいビジネスを考えましょうというのがソーシャルビジネスですとここまで話したときに3月11日東京の六本木ヒルズでここまで話したときに地震に遭いました その時の人が一ここまで話した時に本当にあ話してグループアウォークをやってる時に地震が起こりました東京直下型だと最初思いました5分間の間立って入れ,られない捕まらないと倒れるぐらいの地震でその会場の人たちも本当にもう動揺して女性の方々はもう泣き叫んだりする人もいました でもちろんその後も大変でしたけどもでその時その中の人たちの中でこの無視の心が人をいたわり合うあるいはお互い助け合うという心が芽生えましたそれは別にその部屋だけじゃない東北で被災した人たちの今写真にもいっぱい出てますけどもその人たちの笑顔の中に 被災した人た人ち、あるいはそれを助けに来た人たち、ボランティアの人たち、自衛隊の人たち、海外のそういう支援の人たちの気持ちの中に、みんな、この無視の心で来られています。で、皆さんもそうです、今日選挙もせずに、あ選挙はしましたね、選挙をしてからわざわざ大事な日曜日にここに来られた。 そしてまたこれを見られてるウェブで見られてる人たちもこれを見ているわざわざそしてまたこの準備のために一生懸命やってくださった人たち僕のスタッフたちそしてわざわざ世界のどこからかやってきたカルロスそしてまたこのためにその壁の向こうで 長い時時間同時通訳をやってる方々2人おおられれますす疲れ様ですみんなこれ全部ボランティアですこの設備も全部でしかもこれを1週間ちょこっとで考えられないくらいの速さでやれましたこれはなぜできたかというとこれがあったからと。 で、先ほどのソーシャルビジネスに必要な無視の気持ちが大変ひどいこのマザー・ネイチャーの災いだと思いますそして本当に歴史上ないぐらいの大きな災いだと思いますけども逆にそのおかげで我々はこの無視の気持ちを一人一人みんなの 中にもう一回認識させることができたで、それはもう一つこの桜にあるように日本人は日本人は本当はもともとそういう気持ちをとても大切にしてたそういう DNA を持ってたと思います別にそれは日本人に限らず人間として当然この無視の気持ちをみんな持ってると思う ですからぜひ、今皆さんがお白い気持ち、彼らのために、被災者のために何かやりたいという気持ち、社会のためにやりたいという気持ちで、さっきからカロスとか、あるいはサスキアが言っているような、その被災した人たちが,たちが自立できる、そしてそれを持続できるような方向に持っていくソーシャルビジネス、もちろん短期的にはお金も必要かもしれないし、物も必要かもしれない。 でも我々としてはもっと中長期的に彼らが自立してきちんと威厳を持って生きていけるようなそういう方法を考えていきたいと思います。まあ、実はユヌシさんとこの仕事を多分ユヌシさんもここで今ウェブで見てくれてると思いますけど仕事をしだして非常に僕は悩んでました。 さっき言ったように日本人は本来そういう DNA を持ってたはずだったとでも今の日本を見るといろんな問題があってなかなかそういう DNA を思い出す機会がなかなかないような人たちが多いというふうに思ってたんですけど今回本当に自分がそういう東京での地震を経験し周りの人たちとの話したりあるいはテレビ等でのこういういろんな情報の中で僕は日本人の DNA を しっかり見ることができましたですから逆に今僕はこの DNA を頼りにもっとどんどんソーシャルミネスをえー日本の中心となって九州が福岡がそしてアジアの中心になってこのソーシャルミネスをどんどん作っていければと思いますであの九州大学のこのグラミンク,クリエイティブラボではえまあ四半期に1回は必ずワークショップをやってますのでまあ東京でも やったんですけどちょっと怖くなったんでもっと福岡を中心に <laughs> やりたいと思いますのでまあ東京も行きます、東京も行きます。で、ぜひあの参加していただいて一緒にソーシャルニュースを考えましょうよろしくお願いします。じゃあ,あの最後のえ10分でしたけどもどうもえで今日一日本当にありがとうございました、そして皆さんも手伝ってくれた皆さんも本当にありがとうございました。どうも どうもありがとうございました。